はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4本編。テレポーテーション装置が完成して、ちょっとこの辺暗かったから街灯いくつかうっさして、あとはこれに電力を送れば。話は後で、今は手が離せない。はい、テレポート装置完成。ただこれにこうやって、こうすれば。OK。いや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 、なんかこういう荒廃した世界になんかすんごいテクノロジーの最高潮みたいなものが置いてあるのがすんごい違和感だけど。見事な働きだ、ナイト。シグナルインターセプターは完成したようだな。試す準備はできているか。行ってみたい。私のおかげだって、おんつけがましいな。準備 OK。 もちろん準備 OK だ。君の自信は我々全員にとっていい刺激になるとは言ったものの、インスティチュートのテクノロジーを直接調整しようとしたのはこれが初めてでね。スイッチを入れたら何が起こるか正確には分かっていないのだよ。万事うまくいけば君はインスティチュートの中にいて任務を続行できるという結果になるだろう。帰ってこれるかも分かんないよな。でも覚悟はできた。探し求めていた答えにここまで近づいたんだ。誰にも止めることはできない。中に入るのが待ちきれない。素晴らしい。では心して聞いてもらいたい。一旦インスティチュート内部に入れば互いに連絡は取れないだろう。すなわち今から私が言うことを全て覚えておくことが重要になる。およそ10年前のことだ。 BOS はいくつかの計画を支援するためキャピタルウェイストランドで市政の科学者の募集を始めた。その過程において我々はドクターマジソン・リーの協力を得ることができた。核工学の分野では著名な人物だ。ドクター・リーについて。どうやってドクター・リーと知り合った？彼女はキャピタル・ウェイストランドで行われていた民間計画の一員だった。 BOS が陰で深く関わっていたものだ。残ることを納得させるのはわけもなかった。故に我らの大義に対するドクター・リーの貢献はキャピタル・ウェイストランドの秩序を維持する上で極めて有益なものだった。だがしばらくして彼女と BOS との間に不和が生じ、結果連邦へ亡命することとなった。インスティチュートと接触しようという意図があったことはほぼ確実だと考えている。不和とは？どんな不和が生じたんだ？ BOS と共に働いてはいたが、彼女は正式にスクライブとして加わることは決してなかった。キャピタルウェイストランドの安全が確保された後、彼女は BOS が引き続き軍を駐留させたことに異を唱えた。我々が当然立ち去るものだと思い込んでいたようだが、それは誤りだった。やるべきことは単純だ。インスティチュートに潜入したら直ちにドクター・リーの居場所を探し出してほしい。そして生存が確認できたら彼女と接触し BOS に戻るよう説得してくれ。我々は今特別な計画に取り掛かっている。それには彼女の目配りが欠かせないのだ。あ、怪しい。話術が必要になるな。彼女の力が必要な計画とは何だ？すまない、その情報は極秘扱いでね。理解してくれるとは思うが、よく聞きたまえナイトよ。闇雲にインスティチュートに潜入することで君が自身の命を危険にさらしていることは私も重々承知している。今はただ任務に集中するのだ。奴らから何を言われようとそれを揺るがせることがあってはならない。幸運を祈る。ええ、ドクター・リーのこと教えてくんないの？じゃあ行くか。ニック来るところで。シグナルインターセプターの稼働準備はできていると思うけど、あなたはどうなの？ OK っすよ。やるか。わかった。プラットフォームに向かって、あとはロックオンできる信号が見つかるかね。よし、ほい。気合を入れてプラットフォームに上がって。普通に乗っちゃったが。さて中継アンテナのダイヤルは合わせた。あ、ニック、ビーム射出装置は温まっている。準備完了のようね。ニック、信号のスキャンを始めるわね。指を交差させて祈って。コードを入力します。電波障害とゴースト発生がひどい。確定するまで 1,2 分かかりそう。ところであなたが行こうとしている小さな旅だけど、インスティチュートと彼らの企みについて私たちと同じくらい知識を得る良い機会になりそうね。このホロテープに優秀なプログラムを入れておいたわ。
彼らのネットワークをスキャンし、見つけたものをダウンロードしてくれる。向こうのターミナルのどこかに入れれば、残りの仕事はやってくれる。私に持ってきてくれれば、発見したものを理解できるかやってみるわよ。これはこれは、どうやら勝ったようね。高周波が完全に掴んだ。射出装置に傾斜をつけて。 60%、 80%。 射出装置が急上昇しているけど安定している。あとはスイッチを入れるだけ。射出開始まで3、2、1。みんな安全確保。すんげえ早口でサクサク言われたから何が何だか。おお、テープもらった。おお、おマップん？ CIT 廃墟の近くにいるよ。これはインスティチュートへ潜入中、プロクター・イングラムが用意した特殊なホロテープを使ってターミナルからデータを盗むよう指示を受けたと。 From Within、 ドクター・リーを見つける。これは違う。よし、とりあえず潜入成功。でも CIT 廃墟の近く何もなかったよな。コンピューターターミナル、ターミナルいじるか。アクセスログ、あ、これだけか。やっぱりニック着てないね。自分一人しかいない。クエスト目標がこのターミナルにトラックされてるんだけど、あ、そうだ、ホロテープだ。ホロテープロードしないと。こんなにたくさん持ってたっけ。どれだ。よし、オッケー。内部ネットワーク検出。よし、オッケー。じゃあ進むか、とりあえず。何。ようこそ。ファーザー、よくここに来ることができたな。頭が切れるようだ。私はファーザーの名で知られている。インスティチュートは私の指導のもとにある。あなたがここにいる理由は分かっている。二人で話し合いたい。エレベーターに乗ってほしい。お話しすんの。エレベーターに乗る。このボタンは。ついにインスティチュートに着いた。息子を見つけ脱出しなくてはならない。いくら BOS にいろんなこと頼まれても、目的はもう何年も放置していた息子の救出だから。あれ、あ、白い。あなたが聞いたこと、あなたが我々について思うことを私は想像するだけだ。私はあなたが我々に持っている印象が間違っていると証明したい。インスティチュートへようこそ。すげえ。これがインスティチュートの現実だ。この場所、この人々、我々がしている仕事。100年以上もの間、我々は人類の生存にこの身を捧げてきた。何十年にわたる研究と数えきれない実験や試験、未来を形作る上で科学がどう役に立てるかについて共通のビジョンができた。簡単ではなかったし、
我々の行動は往々にして地上の人々に誤解された。いつの日か多分我々は達成したことを見せられるだろう。だが今は地下に潜ったままでなければならない。ここではあまりにも重要なことが多く、全てを危険にはさらせない。見ての通り地上の物事は不安定だ。我々にできることについて話をしたい、あらゆる人々のために。だがそれは後でもいい。ここには特別な、非常に個人的な理由でいるのだろう。息子のためにここに来たのだろう。あれはもしかして、もしかしてだが、おう、ショーン。あ、そうだ、僕はショーン。クソ垂れ目ってなんだそりゃ。ショーン、本当にお前なのか。だ、誰なの。ショーン、俺はパパだよ。ファーザー、どういうことなの。何が起きているの。父さんはここだ。どういうこと。父さんだよ。ファーザー、来たんだよ、ショーン。知らない人だ。大丈夫だ、ショーン。父さんはここにいる。ファーザー、助けて。誰かここにいるんだ、助けて。え、ショーン、お願いだ。落ち着いて、そこから出してあげるから。ファーザー、ファーザー、助けて。さらわれちゃうよ。ファーザー、ファーザー、助けて。え、覚えてない。ちょっと待ってね、装備外そう。顔が見えない。ショーン。あ、S923 リコールコード、シーラス。ファーザー、この人がファーザー。驚いたが落胆もした。子供の反応は予測と全く違っていた。その子は試作品だ。わかるかね。非常に感情的な刺激の影響を研究し始めたばかりなんだ。広い心で見てほしい。あなたが感情的なのも、ここへの旅が困難に満ちたものであったのも承知している。改めて始めよう。私はファーザー、インスティチュートへようこそ。やべえ、装備取ったはいいけどハゲ散らかしたままだった。で、ショーンを渡せ。いきなり頭いじられてんの、もしかして。ショーンを渡せ。本物のショーンを今すぐに。わかった、わかった。あの子を見つけるために必死だったんだな。息子はどこだ。話を簡単にしてやろう。息子はどこにいる。インスティチュートの中にいる。思ったよりも近くに。だがこれを理解してもらいたい。状況は想像よりもはるかに複雑なのだ。あなたは非常に遠くまで旅をしたし、随分と苦しんだ。息子を見つけるために。その粘り強さと献身は報われ、これだけの時を経てようやくあなたに会えてよかった。私だ、私がショーンなのだ。私があなたの息子だ。は？ああ、顔。なんだその、しらけた顔。え？私がショーンだって？デタラメだ。デタラメだろう。そう思うのか。連邦でいろいろと様々なものを見て経験してきただろう。それを考えてみてほしい。ボルトでは、時の経過の概念がなかった。あなたはポッドから放たれ、失った息子を探しに出た。しかし、それから息子がもう乳児ではなく10歳の少年であると知った。それで10年が経過したと信じた。それが10年ではなくて60年だったと認めるのはそんなに難しいことだろうか。それが現実なのだ。それでここに私がいる。インスティチュートに育てられ、今はそのリーダーだ。え？まあ、確かに何十年も経過してたからありえなくもないけど。え、息子おっさんになってんのじゃ、自分より。
誘拐されたんだぞ。お前は盗まれた、誘拐されたんだ。それが正しいと思うか。正しい、間違っている。的外れだ。必要だったのだ。インスティチュートは人類の未来がそれにかかっていると信じていた。当時2227年、インスティチュートは人造人間製造において大きな一歩を踏み出した。しかしそれはまだ全く十分ではなかった。科学的な好奇心と完全という目標の追求が彼らをさらに前進させた。彼らの望みは完全な機械だった。そこで彼らは当時最高のお手本を追いかけた。人間だ。歩き、話し、有機的に完全に統合された何でもできる存在。話がわからない。話がわからなくなった。この話のポイントが見えない。つながりがわからないか、説明させてほしい。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった。当然のことだが、利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていたのだ。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。しかしその時インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のことだ。乳児で汚染前に冷凍され、連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたわけだ。私は彼らのファーザーなのだ。科学を通じた家族なのだ。人造人間、私、そしてあなたが。本当にお前か、ショーン。本当にお前なんだな。その通り。質問があるのだろう。理解の助けになるのなら、答えられることには何でも答えよう。母親について。母親はお前の成長を見られなかった。そう、母に起こったことは。もちろん私は事件の記録を調べた。母の死は不幸な巻き添え被害のように思える。巻き添え被害？ケロックが殺したんだが。巻き添え被害？お前のために起きたのにそれだけか。私に何を言わせたいのだ。世界は危険な場所だ。常にそうだったのだろうと私は思っている。ただ今はもう少しそのことに正直になれただけだ。長年の間、両親が誰かと疑問を持つことはなかった。自分の状況を受け入れ、そういうものだと生きてきた。年を取るにつれて後悔が募り、あの時もしと頻繁に自問した。しかし今重要なのは、あなたと私に再び始めるチャンスがあるということだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。ええ、本当に息子なのか。なんかやだ。ケロックのこと。ケロック、彼はお前のために働いたのか。ケロック、彼は私がここに来るずっと前からインスティチュートの財産だった。そして責任者になるまで彼のやったあらゆる仕事を知ることもなかった。彼がどういう男だったかも。そういえば、なんかケロックの脳みそから出たチップ調べた時に、なんかショーンと映ってる映像あったけど、あのショーンもじゃあここにいる別の作り物のショーンか、やつを利用した。あの男がサイコパスなのは知っていて、それでもやつを利用したのか。
連邦で自由に行動させるのを喜ばしく思っていたはずはない。だが少なくとも手綱を短く持ってさえいれば巻き添え被害は最小限に抑えられた。インスティチュートはケロッグの残忍な性格を利用した。それは率直に認める。インスティチュートの技術が彼の命とその能力を伸ばし、普通の人間の寿命をはるかに超えさせた。彼がインスティチュートの仕事を失敗することはなかったが、目的を遂行するたびに残虐性が明らかになった。嘘はつかない。あなたの道が彼のそれと交わったのは偶然ではない。道が重なることで、あなたは、私たちはある程度の復讐を果たせたようだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。じゃあ最後にインスティチュートについて。つまりお前がインスティチュートの責任者なのか。私は今や実質上の責任者だ。ここに達するまで何十年も費やした。この責任をとても重く受け止めている。インスティチュートは重要な組織だ。実際人類の未来のための最高の希望なのだ。たとえ地上の人々が我々をどう思おうとも。なぜお前なんだ。だが責任者、どうしてお前が。明らかにその地位に最もふさわしかったからだ。私はこの壁の内側で人生を過ごし、インスティチュートの他のメンバーと同じく科学に身を捧げた。懸命な働きが報われたのだ。結局連邦には我々を恐れる理由は何もない。あなたが何を見たり聞いたりしようと、そのことは納得できると思う。少し時間が欲しい。我々にはもっと話し合うことがある。だがインスティチュートはあと少しで重要な進歩を遂げるところだ。あなたの存在は私たちがそこに達する上で評価されるだろう。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経て、あなたもそれを手助けする機会を得ている。そそられないだろうか。それこそあなたのやりたかったことなのではないか。完全な科学者になっちゃってるじゃん。そうではないと思うけど、否定してみよう。参加するのは無理だ。できない。なぜだ。インスティチュートの評判のせいか。インスティチュートは地上よりも良い生活を提供できる。あなたは連邦を旅し、どんな様子なのか見てきた。私たちと過ごす方が幸福なのは保証する。なぜそんなことが言える。あれこれやらかした後で、何だってあの人々にそう冷淡になれるんだ。なぜならそれが純然たる真実で、あなたにもそれが分かっていると信じているからだ。私が聞きたいのは、インスティチュートに私にチャンスをくれないかということだ。話してきたことを証明するチャンスを。我々は本当に人類を心から思っている。そのチャンスをくれるのか。まあチャンスぐらいなら。分かった。ありがとう。インスティチュートは今私の家であると同時にあなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか。部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクター・フィルモア、SRB のドクター・アヨ、それからバイオサイエンス部のドクター・ホルドレン、最後にアドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会って、それから次にやることを話し合おう。ドクター・リーいるんだ。そっか、おっさんになってたか。ショーン、人造人間の件だが。子供のことか。実際のところ期待できるプロジェクトだ。もちろん解決すべき問題はあるが、驚くほどの進歩を遂げている。
息子がインスティチュートを操作していたと。子供型の人造人間を作った、自分そっくりにして。それは冒涜行為だ。人造人間で人間ではない、見た目だけだ。もっと心を広く持ってくれ。近いうちにオンラインに戻すつもりだ。またあの子と交流する機会もあるだろう。だが正直興味があるんだ。子供を探す親、私の若いバージョンを探す親としてどう思う？あの子を愛せると思うか？本物の息子を愛するように。完全にもうズブズブの研究者になっちゃってん。研究者、科学者が。お前ではない、人間ですらない。絶対に愛せないよ。そう、多分そうなんだろう。しかしいろいろな点であの子はあなたがずっと探してきたものに一致している。あなたが感じていることすべてがわかるとは言わない。だがほんの少しでもあの子の存在が役に立つのであれば、心を広く持ってほしい。まあ、つまりはショーンに、まあ、自分の子供の頃の自分にそっくりだけど、まあ所詮人造人間なんだからいいでしょっていう理屈なんだろうけど、動かない。壊れた。そうか。何も持ってなかった。それじゃあ息子は見つけたけど、こんな感じで見つけることになるとは思わなかったな。今回はここまでにしようか。じゃあショーン、我らが成し遂げたことをインスティチュートの創立者はどう思うんだろうとしばしば考えるんだ。こっちを想像してたんだけどな。それじゃあとりあえず今回はここまでにしよう。ドクター・リーがいるってさっき言ったね。じゃあこの中でいろんな研究者とも挨拶しながら、一応 BOS の依頼もやっていくか。それじゃあ今回ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。